なあ霊夢、航空自衛隊の F3 はいつになったら完成するんだろうな。そうね。もう何年も前から開発してるし、このままじゃ小田有事に間に合わないかもしれないわよ。台湾有事だろ。それじゃちょっとその F3 についてあら探しでもしてみるか。ほう？これは気になるわね。ということで今回は航空自衛隊の次期戦闘機の F3 が、米軍最強戦闘機 F22 超えで隣国が、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日英イの次世代戦闘機共同開発が決まっているが、少し過去に遡って経緯を見てみようぜ。お願いね。2017年11月、国産を視野に入れた航空自衛隊の次期戦闘機 F3 について、防衛省が開発決定の先送りを検討していることが分かった。2018年夏までに国産国際共同開発輸入のいずれかから、選ぶ方針だったが、C 国が空軍力を増強する中、将来にわたって日本の航空戦力が優位を保つための戦闘機の姿を明確に描けていないためだったな。この頃は C 国に対してまだ精力的優位を保持するため、なんてよく言ってたのよね。あの頃が懐かしいわ。ああ。複数の関係者によると、次期中期防衛力整備計画に具体的な事業として盛り込まない公算が大きいと言われていたぜ。そんな F3 は2030年頃から退役が始まる、空自の支援戦闘機 F2 約90機の後継機。開発から調達、維持管理、廃棄までを含めた総事業費は4兆円とも言われ、各国の防衛産業が大型の武器開発案件として参画に関心を示しているんだ。へぇ？この時点で共同開発先の選定を匂わせしていたのね。匂ってたな。防衛省は2019年4月から始まる5カ年の中期防で事業化することを目指し、日本で単独開発するのか、他国と共同開発するのか、外国から輸入するのかを18年夏までに決めることにしていたんだ。検討に必要な技術情報を収集するため、情報提供に応じる企業の募集を行った。兵器開発に必要な情報要求と呼ばれる手続きでは、本来であれば日本が求める戦闘機のコンセプトが書類に書かれている。だが書類に目を通した企業関係者はどんな戦闘機を作りたいのか全くわからなかったと話しているぜ。開発案ぐらい決めておけよ、ふみおさあ。関係ないだろ。この時点で、東シナ海上空で活動を強め、陸海空の3軍を、合わせて2700機の作戦用航空機を有する C 国軍は、ステルス戦闘機 J20 と J31 を開発中。英国の国防戦略研究所が発行するミリタリーバランスによると、20年前後に運用を開始すると見られる中だったな。すでに大差をつけられてる感あったのね。さらに弾道ミサイルや射程1500キロ以上の巡航ミサイルを保有、ミサイル搭載可能な無人機も開発していると見られていたな。一方、日本は最新鋭のステルス戦闘機 F-35A を42機導入するほか、原子力戦闘機 F-15 200機のうち半分の100機の近代化改修を予定、F-15 の残り100機の扱いが決まらず、F-2 が退役していく中で、航空優勢を維持するには後継機をどんな戦闘機にすべきか、省内で、意見集約ができていないと政府関係者はこぼしていたぜ。不安しかない。イージス艦や陸上配備型イージスなどを含め、防空体制全体の中で考える必要があると同関係者は指摘していた。複数の関係者によると、共同開発を選択する場合の相手国選びの検討も順調に進んでいない状況で、本命の米国は F-22 が現役、F-35 も配備が始まったばかりで、新たな戦闘機を共同開発するにはタイミングが合わなかったんだ。日本はレーダーやエンジンとかの部分的な技術はあるんだけど、戦闘機そのものを開発するノウハウが足りないんよ。だからこそ各国の軍事企業との関連性を持たないときついのよね。だな。そんな中で実際に共同研究を進めている英国も、有力候補だが、政府関係者は様々な声があると話していた。さらに戦闘機の共同開発で合意したドイツ・フランス連合も新たな候補として浮上。だが省内では、もっと時間をかけて慎重に検討したいという声が上がっていたみたいだな。イギリスかドイツ・フランス連合かって迷ってたのか。いっそのことアメリカも含めてみんなで共同開発したらどう？予算がいくらあっても足りないな。そんな日本は防衛費を毎年 0.8% のペースで伸ばしてきたわけだ。今はぐーっと伸ばしすぎて、国民がヒーヒー言ってるけどね。そして北朝鮮が核と弾道ミサイル開発を急ピッチで進める中、ミサイル防衛の強化を優先。F-35 や無人偵察機グローバルホーク、新型輸送機オスプレイなど、米国製の高額な武器調達も増えており、財政的な観点から F-3 の開発を懐疑的に見る向きもあったな。政府関係者は決定は先送りになりそうだと言っていた。
先送りになりすぎてるけどね。次の中期号では、F3 については数量触れるだけになるかもしれないと話されたくらいだぜ。まあ、見切り発進をする警告よりはマシだけどね。そして2022年11月、航空自衛隊の F2 戦闘機の後継について、政府は英国、イタリアと共同開発する方針を固めたんだ。やっと来たか。開発後の輸出を睨み、安全保障関連3文書の改定に伴い、条件付きで武器輸出を認める。防衛装備移転三原則の運用指針も見直す方針で、将来の輸出を目指すというぜ。防衛装備移転三原則の運用指針を見直すのね。まあ輸出なしの防衛装備品なんてお金がかかってしょうがないしね。だな。視聴者の皆さん、F3 についての意見コメント欄で教えてね。次期戦闘機は、F2 が退役を始める2035年頃までの配備を目指すそうだ。うん。2035年ね。政府関係者によると、機体は日本の三菱重工と英国の防衛企業大手 BAE システムズが開発主体となる。イタリアからは航空防衛大手レオナルド社も参加する。エンジン開発は日本の IHI と英国の航空機エンジン製造大手ロールスロイスが中心となり、同じく航空機エンジンを手掛けるイタリアアビオ社が加わる見通しだ。協力して作る以上、真の友好国としてうまくやってかないとね。お隣さんみたいに技術流用したり流出したりして信頼関係をぶち壊したらダメよ。イギリスとの共同開発になるのになぜ、アメリカは怒らなかったの？戦後、日本は日米同盟強化のもと、対米追従路線をひた走ってきただけに、一大国家プロジェクトの次期戦闘機開発でイギリスとタッグを組むのは極めて異例だ。ましてアメリカは世界最先端の戦闘機技術を有しているしな。そもそも F3 は F22 をモデルにしてるんじゃないの？アメリカブチギレそうやん。それでも、なぜ日米共同開発から日英共同開発に事実上の転換をするのか。その問いの前に、簡単に経緯に触れておくぜ。うん。次期戦闘機については防衛省は、F2 の退役が見込まれる2035年頃からの配備開始を目指している。現在保有する F2 と同数の約90機の導入を想定しているんだ。政府は開発経費を明らかにしていないが、国内メディアは総額1兆5000億円と報じている。約3000社が開発や生産に関わると見込まれているな。日本の防衛に関わる一大プロジェクトだし、失敗したら国民はしばらくお納豆ご飯で生活しなきゃだわ。政府は2018年12月に閣議決定した中期防衛力整備計画で、次期戦闘機については学に主導の開発と明記した。しかし防衛省は、戦闘機開発の経験や技術を有する米英の技術的な支援が得られれば、より少ないリスクでより優れた戦闘機が開発できるとの考えから、その後、国産主導の国際共同開発に移行したんだ。日本らしいわね。そして2020年12月には、アメリカのロッキード・マーティンを、次期戦闘機のインテグレーションを支援する候補企業に選定し、事実上の日本主導の日米共同開発に転換したんだな。というのも、戦闘機は機体センサーやデータリンク、武装といった一つ一つの性能が優れていても、それらがバラバラに動いていては全体に高い能力を発揮できない。日本にはそれらを効果的に組み合わせるシステムインテグレーションの設計や経験がなく、技術的に家庭教師になるロッキード・マーティンの支援と能力が必要だったからだな。だからこそ日本だけで作るのはリスクがあるのよね。ああ。同社は第5世代戦闘機と呼ばれる F22 や F35 の開発生産を手掛けてきた実績がある。だが、ここに来て防衛省は再び方針を転換し、その家庭教師役の主要パートナーをロッキード・マーティンから、BAE システムズに乗り換えようとしているわけだ。危険な香りしかない。一体何が起きているのかだが、自民党の国防族議員は、日本の次期戦闘機開発に、ロッキード・マーティンがそこまで乗り気でなかったと指摘し、アメリカの F35 以降の次期戦闘機開発のタイミングが、日本と合わなかったのが最大の理由と思われると述べた。それが本当の理由ならいいんだけどね。そんなアメリカは現在、次世代制空戦闘機 NGAD 計画のもと、第6世代戦闘機の NGAD や自立戦闘が可能な無人航空機ロイヤルウィングマンなどからなる、航空優勢確保のプラットフォームを作ろうとしてるんだ。次世代機は、無人機を想定してるのかな？アメリカ空軍は2020年9月には、NGAD 実証機をすでに飛行させたと発表している。日本の次期戦闘機は、性能的に第5世代戦闘機にとどまる見込みで、アメリカの開発とは確かにタイミング的にも技術的にも大きなギャップがあるな。また、ロッキード・マーティンが日本の次期戦闘機開発に乗り気でない理由として、アメリカは有人戦闘機の開発に疑問を抱いているのかもしれないとも述べたそうだ。アメリカは無人機の開発にシフトしていくのね。となるとアメリカと日本のギャップは10年分くらいありそうだわ。
確かにアメリカをはじめ、世界の多くの国々は、第6世代戦闘機の将来戦闘航空システムのために、ロイヤルウィングマンといった無人戦闘支援機の開発を急いでいる。将来の戦闘機は、最新の技術を使って上続不断に既存の戦闘機を改良するため、第何々世代という概念がなくなるとアメリカは考えているのかもな。このため、アメリカ国防総省もロッキード・マーティンも、当初から既存機の延長線上にある日本との新たな戦闘機の共同開発に、技術的な見返りを期待せず、メリットを感じていなかったわけだ。日本は無人機部隊を計画していくことはしないつもりなのかしら？まあ、有人機には汚職とか裏金とかで騒がれてるあの人たちを乗せればいいわよね。やめー。さて、開発協力のあり方についても、日本側とロッキード・マーティンの考えには隔たりがあるとされるんだ。例えばレーダーや電子戦装備品 EW など次期戦闘機の主要装備品について、アメリカは開発初期段階にはアメリカ製を適用するよう求めた。これは日本が開発途中や完成後であっても、回収の自由度や次世代の技術も適用できる拡張性を確保しようとしている方針と相反するわけだ。なるほど。日本はエンジンの開発能力がなく、国産から日米共同開発に追い込まれた F2 の苦い経験や、アメリカの空対艦ミサイルを搭載するための F15 回収費用の急激な高騰を踏まえ、アメリカの言いなりになることを避けようとしているのかもな。軍事開発においてジャイアンだからね、アメリカは。これに対し、イギリスとの共同開発は互いにメリットがあり、ウィンウィンになれる可能性が高いんだ。主に4つの理由が考えられるぜ。1つ目の理由として、イギリスは現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継として、次期戦闘機テンペストの2035年までの実戦配備を目指している。これは日本の次期戦闘機と同じスケジュールでもあり、日英の連携を円滑にさせている。ぴったりじゃん。2つ目に、日英が次期戦闘機に求める性能だ。両国とも海洋国として、採用する戦闘機に長い航続距離を必要とする。また、重いミサイルを搭載できる双発機、エンジンが2機ある航空機を必要とする点でも共通する。日英が配備を進めているロッキード・マーティン製の F-35 戦闘機が満たせない性能だ。おお、これもぴったりなのね。3つ目に、イギリスは、日本が F-2 開発で苦しんだエンジンと、レーダーの共同研究や基本設計の協力を申し出るなど、防衛省内では、イギリスとであれば対等なパートナーになれるとの期待が以前からあったことなんだ。似た者同士すぎくさ。次期戦闘機開発を担当するイギリス国防省課長のリチャード・バーソン氏が2020年9月23日、産経新聞に寄稿し、日英協力を強く呼びかける局面もあったんだ。めちゃくちゃ日本好きやん、これ、リチャード多そう。四つ目に、日英は資金を出し合っての効率的な共同開発で生産機数を増やし、量産単価を引き下げて、将来、海外市場への売り込みを視野に入れていると考えられるな。イギリスは欧州市場、日本は ASEAN などのアジア市場への輸出がそれぞれ予想されるぜ。輸出も日本が苦手とする分野よね。ぴったりすぎてくさくさー。また、イギリスのメディアが投稿した動画で、イギリス、日本、イタリアの3カ国の企業による共同開発の予定が決まったという次世代戦闘機については、まだ先の計画で詳細は明らかになっていないそうだが、紹介された予定に様々なリアクションが届いているな。これはなかなか、紹介動画が放送され、大まかな内容は以下の通りだったぜ。イギリス、日本、イタリアの3カ国がテンペスト戦闘機の共同開発を2035年までに行うことが発表されたこと。専門家によると、1機にパイロットが搭乗し、5から6機の無人機を操作することを可能にする予定だという。ふむふむ。無人機を従える有人戦闘機か。ファンネル準備 OK。警告へ向けて発射します。やめろ。キムチがもう食べられなくなるだろ。ではこの動画のリアクションを見ていこう。EU 離脱したイギリスが、日本のような技術的に洗練された国と合理的な協力体制を取るのは嬉しい。予算的にも開発期間的にも拡大する可能性が高いぞ。上から言うなよ。弱く見えるぞ。3カ国とも第二次大戦の頃から素晴らしい戦闘機を設計製造する。伝統が本当にあるから、完成した戦闘機は立派だろうね。すごいぞ日本。かつての敵も今は味方。イタリア、イギリス、日本に幸運を。イギリス、日本、イタリアにおめでとう。おめでとうございます。素晴らしい連携。それとフランス、スペイン、ドイツの次世代戦闘機開発計画はおそらく困難に直面してる。 AI で動かす歩兵が欲しい。どこのシュワちゃんだよ。こんなにも AI に頼り始めてるのがあんまり好きじゃない。
サイバー攻撃に弱くなる。どうも一つの有人飛行機、戦車、船がいくつかの AI 無人機を操作するっていうアイデアは、敵にどれが有人かを見破られて最初にやられたらちょっと悲惨だね。コントロールできずに自分で考える戦争マシーンがいいアイデアなはずがない。AI 主導は確かに嫌かもね。まあこんなリアクションが起こっていたな。防衛装備移転三原則の運用指針の見直しなんかも、どんどん拡大していかなきゃだし、軍拡を止めてる暇はないわね。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。